このさ、あのこうフェンスなんていうの、こなんだっけ、これ牢屋のこれをさうまく使ってるなって思うよね。こういうのとか丸い人めっちゃ相性いいんだよね。だけど私上手に使いこなせなくてさ、すごいな。え、素敵よ。いて、ベリーいて。海外では結構こうベリーを多用していくの流行ってんですか。いてベリーいて。あ、上にも登れるよ。え、ナイス。なんか外のさ外観もちゃんとこだわってんだよ、これすごいね。これ屋根と思わしき感じだけど、ここが盛り上がってんのとかもおしゃれよな。あのよくあるある、建築慣れてない私あるあるだけどさ、これこのまんま平らにしちゃうの分かる？平らか下げちゃう。そう、平らか下げちゃうんだけど、ゴリちゃん上げてんだよここ、すごいね。ここ絶対下げちゃう。三角形を目指しちゃって、ここ絶対私だったら下げちゃうんだけど、上げてんだよあえて。めっちゃおしゃれ。え、すごい。でもめっちゃ可愛いし、おしゃれねえ。ダイヤのあしらい方がおしゃれよ。ポルカこういうとこやぞ。全部に使ってあんなダイヤの塊を作るのでは、つまり贅沢すぎて芸がないということだ。ポルカこういうことだぞ。持ってるもの全部使うじゃない。え、でもこれすごいね、使い方がおしゃれ。てかなんかこのダイヤのさブロックかわいいよね。やめな。突然の風評被害。突然のポルカです。ポルカうちの社員なんだよね。